ハッピーニューイヤー。素敵なドレスは着慣れていませんが、似合ってますか？新たな年も立ち止まらずに。乾杯！ニューイヤーシュワシュワ楽しみましょう。新年もガンガン飲むわよ。みんな、げ元気？ゆきこみなるです。ということで、今回、何しよう？こちら、ニューイヤーセレブレーションガチャパート2ということで、パート2が来ましたというわけで、まあ、今回は残りのビーズ、アクアがガチャで来て、カズマが配布としてくるといった形となっております。というわけで今回何しろ一応ダブル雷らしいですね。はい、なので、はい、まずはビーズですね。まあビーズに関しては雷で来るんじゃないのかなと思っておりましたけど、まあ3体目の雷かな。なのでちょっとどうなるかって形ですけど、ランダムの敵に185の雷属性ダメージを2回与える&味方全員の雷ダメージをショーアップ EX といった形で EX がついているので、まあ強いっちゃ強いですね。でさらに敵一体に147%、HP70 以上で194の雷属性魔法ダメージ&弱点属性によるダメージ中アップ状態にするといった形になっておりますので、まあ中アップがついてるならまあ強いっちゃ強いといった形にはなりますね。まあ強いですね。でさらにパーティー特性として雷属性攻撃アップ EX がついております。まあ強いですよですね。まあパーティー属性ですか。雷、まあ2代目くらいか。パーティー属性あと2ぐらいですかね。そして、アクアですね。アクアに関しても、こちらも、まあ、3体目ですかね。雷に関しては。ハロウィン、クリスマス、ニューイヤーかな？今回合わせて。なので、3体目になるかなとは思いますが、ランダムの敵に137の、雷属性物理ダメージを2回与える。アンド味方全員の B 小線を中アップ。で、ウォーターブロックといった形でですね。味方全員の水属性ダメージカット。アンドスキルチャージ短縮。キルタイムを中短縮といった形になっておりますので、まあ、スキルチャージ短縮もあって、B 小線も上がるなら、まあ、強いっちゃ強いのかな。まあ、どちらもまあ、いい性能はしておりますけどね。まあ、割となんか代用が効きそうな気がしますけどね。まあ、攻撃が痛いって形のアリーナになるのかな、次回は。一応、地属性と予想していたんですけどね、アクアに関しては、自分。なんですけど、まあ、二人とも雷というわけでね。まあ、どうなんでしょうかね。まあ、ボスに関しては痛いかな。ここで来ると。
単体のボスで、まあちょっとダメージが痛いから、まあ味方全員にダメージ中カットをして、スキルをチャージ短縮してスコア稼ぐみたいな形になっているのかなと思います。スペシャルセットガチャも来ておりまして、さらに最上の夢、皆さんに最上の夢を見せてあげます。さらに伝説の冒険者選びで、各種期間限定のメンバーも入っているといった形ですかね。こちらに一応皆さんに最上の夢を見せてあげます。ナイトプールのディアまで入っていてって形かな、大体。最上の夢を見せてあげます、うん、さあこちらに。レクストラメンバーも入ってますよって言った形ですね。ニューイヤー振袖でメンバー確定ガチャ付き人予想確定ガチャパート2も来ております。あとはステップアップガチャも来ております。1回ステップが500で使える、10回で、その後優勝が続くといった形となっております。で、さらにニューイヤー福引きガチャが来ております。これまで集めていた福引きが引けるようになっておりおりまして、ラインナップがクォーツ ×2240 ですね。はい、こちらがもらえます。まあ、もらえるかもしれないですね。0.1%。0.100% といった形なので、結構低めでありますけど、狙い目はあるのかなと思います。さらに、星4確定ガチャチケット1枚。こちらが 1.00% ですね。はい。スケルポーションが 5.00%。で、乗り込みレリーフ ×1 が7.900%。名声呼ぶポーションが 8.000。で、秘跡が 10.00% といった形で。で、まあ、宝玉系が 16.000%。まあ、大体報告系とか奇跡が出たりするのかな。バンチャン、まあスキルポーションとか猫耳レイプとか名声ポーションが出るといった形になるんでしょうね。今だけメインクエスト新商品の紹介くらい朝飯前だ。ウィズ、大船に乗った気分でいろよ。ということで、とっておきの魔道具カスマというわけで、敵一体に 171% デパプ状態の敵には230の膝雷属性ダメージですね。で、さらに敵一体に171の雷属性武器ダメージ&自分の雷属性をダメージをチューアップといった性能となっております。今回は名声&メインですね、メインクエストとなっております。というわけで以上となります。今回はトロールというわけなので、まあなんか久しぶりなトロールのような気がしますか、気のせいでしょうか。まあこんなところですかね。というわけで以上となります。